はい、今回はね、えー、アルファ15プレイできるようになったんですけど、通常の方できないので、ちょっとそれの紹介したいと思います。でまずね、この Steam のいつものランチャー起動してもらって、これで右クリック、あ、これちょっとなんか壁紙欲しかったんで、セブンデイ to d ダイ起動してるだけなんですけど、えー、っと、ランチャー起動してもらって、このセブンデイ to d ダイを右クリックしてもらって、プロパティ、で、ベータっていうところがあります。 で、これでプルダウンで選択できるんですけど、今起動してるかできないね。で、このプルダウンの中から、レイテストエクスペリメンタルアンステープルビルドっていうのがあります。これを選んでもらったら α15 がプレイできるようになります。これ選んでね、閉じる押したら確かダウンロード中とかになると思います。で、プレイしたらできるようになります。で、これの注意点なんですけども、書いてある通り、安定してないビルドですので、 バグとかゲームのクラッシュとか、まあ、もちろんアイテムロストとか,なんか何かいろいろなことが起きる可能性を含んでますっていうのはまあ承知した上でプレイしてくださいねでセーブデータも本当の α15 に引き継げるかどうかもわかんないですもう本当にテストのベータって書いてあるけどアルファのベータなんでもうもうひどいことになってると思ってくださいテスト中のテスト中です で、それに参加したい場合はこれでできますよと。あと、古いバージョンも今回選べたと思うんでね。もしやりたい方がいたら使ってください。というわけでご視聴ありがとうございました。静止科でした。よろしかったらチャンネル登録もしていってください。